凶悪な兵器作らせてたまーく凶悪な兵器ね。まあいいや、進もっか。やっ、誰が門を守ってやろう。さあこれと面倒だ、さっさと乗っしまえ。素早く決めてね。貴様らここで何をしている。ああお疲れ様です。和平の使者として参りました。なら良いが、このような子供を使者としてよこすとは。とっさにあんな風にごまかすなんて、なんでてめえ大泥棒の素質があるぜ。子供か。ああやっぱりあいつら倒そう。大丈夫、サービスになる前にやるから。いきなり何、ちょっと雰囲気怖いんだけど。我が策では止められなかったか。こんだけ早く倒しはバレねえだろ。しかし安定のやつ、何が気に食わなかったんだ。騒がしいと思ったらムスッとか。者ども、出会え。場外の味方にも知らせよ。よし頑張るぜ。バレてる。やべえぞ。ここは俺に任せとけ。おめえら伝令兵をぶっ倒してこい。なかなかやりますな。なんとか仲間は呼ばれずに済んだね。よし、戻ってちょいと合流するぜ。なんとか大騒ぎになる前に倒せたな。他の兵には気づかれてないみてえだぜ。デドン、耐えられる。盗賊が侵入したと聞いて待っていた。さあおとなしく。消費殿、なんじゃの息子じゃねえか。面倒なとこで会っちまったぜ。知れ、下がれろ。よし頑張れ。はドンテイッ、ここで死ぬつもりはない。撤退する。まだ兄者の息子でよかったぜ。我が子に会ったらたまったもんじゃねえ。いいぞ、その調子だぜ。城がこういう作りなのだから、俺様の読みではこの辺りにあるはずだ。お前ら何してる。そうか、噂の盗賊だ。
バカらしい任務さっさと終わらせてやら。強引すぎるぞ。やっぱこっちの方が話が早いな。で、設計図ってのあったのかよ。見ろよ見ろよ、お宝の山だぜ。耐えられちゃう。だから、やっぱり設計図じゃないんだ。やべえ、やっぱそのごめん、俺たちを騙しやがったな。ふざけんな、ぶっ飛ばしてやる。スイッチが滑っちまって。俺様、一生の風か。黙れこの野郎。俺目のせいで俺は盗賊扱いされたんだぞ。そうだ、やっちゃえやっちゃえ。頑張れ。フィルにしてればよかったかな。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。俺様が悪くて謝るから許してくれ。まあ結果的に敵の物資を奪えたし、今日はこの辺にしといてあげようよ、上司さん。盗賊がいたぞ、絶対に逃がすんじゃねえ。ちょっと騒ぎすぎたみたい。やべえ、急いでつまかるぞ。神妙にしろ。おや、あなたは。悪いな、どいてもらうぜ。長藩の英雄を盗賊にしちゃったね。後でどうなっても知らないよ。え、張飛ってちょっと強いおっさんじゃないの？てめえ、後でたっぷり思い知らせてやるからな。耐えられる、邪魔になる。よっ、ついた。耐えられる。しかしねえぜ。邪魔なのよ。盗賊なんて許せない。
悟して。まさか父上。制裁。私が出る。父上、ついに坂大発作の盗みまで。違うんだ制裁、俺はこいつに騙されて。言い訳ない、情けない。父上、見損なった。やったな、もうすぐ出口だ。張り切っていこうぜ、超ヒー。これもおめえにわかるか、俺のこの悲しみがよ。盗賊め、ここはこの長方が通さねえぜ。おやじ、はい、おめえも来ちまったか。ああ、もうやけくそだ。かかってこい、長方。よし、はい。を止められないなんて、否定したいところだが、できねえ。お宝持って脱出成功ってなわけで、一点ラグジューク。それはどうかな、ゴエモンさん。誰かが本当に凶悪な兵器になっちゃうかもよ。